寒いよ寒いよ。よし、今日のひな作目、さくな姫やっていきましょうか。肥料が負けますっつってるけど、調べる。これな、捨てよ。おお、戻ってきたよ。ありがてえな。結局うんちばらまいただけだが。でね、前回のシーズン見返してみたら雑草ボーボーだったのよ。だからさ、多分栄養が高すぎたんだろうね。なんで今なら冷静に見れる。なるほど。うわー、これある程度、ちょっと待ってくれ、減らしたいんだが。それでも強くね。なるほど、もともとある肥料がすげえ邪魔なんだな。まずは根っこだろ。これちょっとこの次のシーズン捨てていいっすか。ちょっと肥料がこれでも多くない。これは捨てのシーズンと見ましたよ私。うん、元の土の状態があれだ。まあでもちょっと落ち葉強めにしていく。うん、まあ行くか。まあそんな、そう、命かかってんだから手抜いていいわけがね。私がこの世界で生きていくためにも。追加素材を入れましょう。腐った食材の防虫がやべえんだが、これ防虫に対してなんか強くなれるようなものってないのかな。お、わしゃび、マジかよ。いいのかな。これでいこうか。わさびってどこで取れた。防虫はもうないか。そう、腐った食材がダダ余りでね。で、あと草が入るだろうから豆で対策する。豆の巻きすぎダメとかそんなのねえだろうな。よし、ちょっと待って、いつの間にか葉っぱもだいぶ増えてんだけど。いつの間に増やしたんだよ。くそ、さらに追加で入れんのか。やっちまったな。まあ仕方ねえか。まあ前回より完全な出起き術じゃないからまだマシじゃろうと祈るしかないな。こんな時期に田植えするって聞いたことねえしな。あったら冬の田植えはきついみたいな、そういう話を見て。うわぁ、でも田起こしぐらいはした方がよくね。そうか、田起こしか。まあその後すぐにあれだな。ではこの石材どこから来た。すぐ田植えしなければいいだけだ。耕すぐらいもやった方がいい。今年も大変だねこれは。よし、おいしょっと取り除いて。さて耕し具合を見る。え、何も見れねえぞ。おお、こういうことか。すげえ明るくなるんだね。お、農技設定あるの。ほう、少しは楽になるかの。選別って何、初めて見たぞ。これでよいしょっと。ボタンでやった方がいいのかな。ボタンでやった方が楽そうだね。よし、じゃあ行きますか。ふう、さーて、いい感じかな。さすがに。さあ終わってみましょうか。田起こし終えます。何パーだ。うむ、よく耕せたと思うぞ。 99%。 お、イベントだ。飯食いに来たんじゃが、実はユイが私たちの言うこと全然聞かない。平然とすっぽかされ申した。ユイが、いやいや、金太の間違いではないのか。ユイ仲良くしてる人はサクナとキンタだけです。そうか、
なるほど。話さねばならんな。加工品を作る。うさぎ肉いっぱい取ってきたもんな。豆か。遊戯を取る。豆を加工するにしてもちょっと油がもったいない。おお、土壌。どうもありがとうよ。あ、こいつ勝手にいろいろ食いやがった。ご活躍により近頃は食うに困るといったことがなくなってまいりました。褒めたたえよ。我々をお守りいただき心より御礼申し上げまする。これフルボイスだから特殊なやつか。見たか、これぞ神の力。人の子らよ、敬え、へつらえ。ははノリがいいな。なんじゃ、また小言か。いえいえ、とんでもございませぬ。あの甘えん坊のおひいさまがあれだけの日々を耐え抜かれ、少し大人になった。ここまで、じいは、じいは嬉しゅうございますぞ。なんじゃ、そんなに褒められると逆に調子が狂ってしまうではないか。それにしても初めから分かってはおったが、わしってすごかったんじゃな。そうすね。考えてみれば、先人の子と向上心の恵みが合わさったのじゃ。最強でなくてなんとするか。これからはわしの時代じゃ。ブワー！他の人話聞いてねえぞ。神様、記憶するのはいけんとも。おい、ゆい、後で話があるぞ。じゃ、肝心の直命とやらは、ちっとも果たしてねえんでねえかや。こいつばすべねえと都には帰れねえんだべ。さくな、帰れない。ミルテたち帰れません。それはそうなんじゃが、何故この島にやむことなく鬼が生まれいずるのか、それを調べよ。との命にございましたな。考えてもわからぬ以上、今はただ未踏の地に足を伸ばしていくほかないのでございましょう。まだ行ってないところは、うわ、南に火山、西に砦、北には谷か。最も攻めがたいのは西の砦でしょうな。へえ。かつてタケレビ様が先代カムヒツキ様と争われた折に作られたものですが、今は鬼どもが根城にしておる様子。恐ろしいまでの邪気が野山を越えてまいり、あちらを見るだけでもひげがピリピリいたします。うむ、今のわしには手に負えそうもない。後にしよう。素晴らしいな、聞き分けが良いと申しますと、こちらは逆に鬼どもの気配がなさすぎまする。ほう、山腹に立ち上る毒煙が奴らを退けておるのやもしれませぬな。となると、残った北の谷を調べた後、力を蓄え西の砦を攻めるか。まずは北か。そんなところでございましょう。どうかご分を。我ら一層サクナ様をお支えつかまつりまする。うい、うい。ん？カイマルよ、今の話わかったか？こいつはダメだ。ダメなのか。ごちそうさま。ごちそうさまでした。僕は食ってないけど。お腹すいたな。さて、朝まで待ちましょうか。お、田植えの準備が整った。しかし待たれよ。なんだ七草。谷氏、いろいろあるからね、拾わないと。つくし、谷氏、逃げられると思うなよ。今年は、今年も、いや今年こそは素晴らしい米を作って、ママじゃのみたいなこと言わせてやるぜ。そう、まあまあの米を作るために私はベストを尽くす。いねえな、クモは。くまなく探せ、逃がすな。
特にいねえか。今ゆいちゃんに話しかけたりしないとね。明るい BGM だ。これから地獄のような苦しみが待っているんだろうな。よう、また金太はそっちかい。でかいのと見る手が探しておったぞ。あ、続いてんだね。命助けてもらった。ごめんなさい、キライン。うん、話が分かっていただけたようで何よりだぜ。ですか？土壌、だし、だし、だし。あ、遊戯を取る、そのまま押しちまった。そうだね、献立変えねえと。それはすごい。お、その印刷機なる道具を使えば書物がいくらでも増やせるのか。いやあ、見るて、今まで見たこと全部本にして、故郷のベンタニア、に世界に伝えたい。頑張れ。ヤナトの国、ヘルバーテ、大変素晴らしい。こいな楽しそうなミルテは初めてでねえかや。でもな、こいためには、いつかはふもとの良さ消えらねえとだべ。どこの誰一人望んできたわけじゃねえんだし。そうであるな。カイマルに至ってはふもとの世のことすらもよくに知らぬうちにこちらに来てしまったのだ。この島に閉じ込め育てるのはあまりに忍びない。もう2年経っちまったよ。雨の浮き橋が再びかかりさえすれば返せるのじゃが、あれは神々にとっても遥か昔、初代カムヒツキ様にしか扱うことができなんだ。代物たちく、今では幻のごとく消えたり現れたりを繰り返すのみじゃ。もうたまじい、わしの母上も元は人、つまり麓の世のものであったのであろう。母上はどのように頂きの世に渡ってまいったのじゃ。お母上豊花様は雨の浮き橋でなく、ほおひい様が今お使いになられている羽衣の力で二つ世の境を越えられたそうです。なんとこの羽衣が、てっきり岩に刺したり敵を振り回すためのものとばかり。それではこの羽衣は今のカムヒツキ様よりもすごいということになってしまわんか。その説はある面に限って申せばそうなのでございましょう。それほどまでに途方もない力を持つ者を果たしてどのように麓の世の豊花様が手にされたか。それはこの玉はおろか、お父上であるタケリビ様ですら聞き及んではおらぬのです。そうか、うん、ともあれ、どこぞのマップで高さ稼げってなってたけど、もしかしたら関係してるかもね。おそらくは。しかしおひい様、力とはえてして相応の報いを求めるものにございます。世の境を超えるほどの強大な力、見合うだけの何かを失う覚悟は終わりですかな。何を申すか、危ないのは嫌じゃ。では今はやはりカムヒツキ様より賜った名誉を果たし、結構重要な話を聞いた気がするね。さすれば再び橋がかかった時にいち早くお教えいただけるやもしれませぬ。ごちそうさまでした。とりあえずごちそうさまでしたと。満腹めちゃめちゃあるけど何も上がってねえから意味ねえや。このマスに意外とむずいぞ。綺麗に植えたいや。ていうか数さ、めちゃくちゃ増えてるだろ。よし、あー、はみ出ちゃった。この辺は感覚で覚えていくしかねえな。よし、
あと52個。こうしてみるとスペースはいっぱいあるね。まだまだどんどん増えるんだろうな。はぁ、なんなんあいつ、なんであいつ、おい、とんでもねえぞ。もう今年終わっただろう、雑草。もう泣きそうなんだけど、すでに生えてんじゃん。切れそうなんだけど、あいつ誰の許可で生えてんの、あいつ。許せねえんだけど、マジで。もう今年も、去年の入れすぎた肥料のつけか、今年も入れすぎてるかもしれないからね。でも去年よりは気使って、一旦止めるか。この時点で生えてんの絶望しかねえ。うい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 、もう巻きでいけ。雑草の処理しなきゃいけないんだ。出たよ、ニックキアンチクショーだぜ。よいしょっと。雑草にこんな絶望するゲームないよ。動物の森に帰りたい。にしてもあれか、やっぱ肥料が強すぎるか。こんなところか。よし、十分な間を置いて植えたぞ。やや、そしょくんなあ、とりあえず出るけど、お前なぜ今判定から逃れようとした。到底許すことはできない。どうも。水の量、はい、足が浸かるぐらい、これでいいんだ。見守るぞ、つきっきりでいきます今回は。よし、様子を見る。分血の季節じゃ。休む2時間。2時間休んだら入るのかな。つうか水の量減るの分かりやすいね、こうしてみると。ふう、こんなに見守ってたら、見守りすぎだろ。2時間、1回ぐらい手応えを感じたいのよ、稲作で。雨。よし、田植えもんの話を聞こう。こんにちは。優しく見守る。はい。見守るぞ。3時間。生えてねえぞ、雑草今回。二次分血、水の量が 23% と多くなってきた。よいしょっと。ふう、見守るんじゃ、優しく見守るんじゃ。3時間。はい、めっちゃ生えてんな。しゃあねえか。出しときまーす。よし。分血は止まる。ほう、一度水を抜いた方がいい。雨降ってんだけどどうすんのこれ。こんな細かく変わるんだな。驚きだよ。生えてるしよ。なんか突然生え出したな。やめてくれ、もう終わりだ、今年も。今年も終わりだよ。今年も今日、今年はいまいちじゃったなとか言われるんだ。